はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそ。ということで、今日もラジオ撮っていきます。そう、今日はですね、劇場で公開中の映画ですごく面白かった映画があったので、早速紹介の方やっていこうかなと思ってるわけなんですけど、本日紹介する映画はですね、海辺の女の子という作品になります。こちらの作品ね、上映されている劇場は少し少ないんですけど、ものすごく面白かった作品なので、今日はね早速紹介の方やっていこうかなと思ってるわけなんですけど、まずですね、最初に海辺の女の子の概要あらすじを話した後に、私が見終わったとの感想についてね話していこうかなと思います。はい、そんな感じで早速紹介の方やっていきたいんですけど、ぜひこの動画最後まで見ていただいて、面白かったとか参考になったとか思ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。というところで、早速紹介の方やっていきましょう。はい、ではですね、海辺の女の子の概要あらすじを1枚にまとめさせていただきました。早速やっていこうかなと思うんですけど、映画海辺の女の子ですね、公開日が2021年の8月20日から公開されている作品になっておりますというところで、監督脚本に関しては上田篤史さんという方がやられていて、原作は浅野いにおさんになります。でですね、主演の方が、石川るかさん、中田聖奈さん、青木ゆずさん、前田大志郎さんの4名になっております。作品がね、学生というところもあって、かなり年齢層が若い方が主演やられていて、石川るかさんとか24歳とか、中田聖奈さん21歳で、前田大志郎さんも20歳というところで、比較的若い、役者さんたちが、主演を務めている作品になっております。まあ、補足ですけど、前田大志郎さんは昔ね、芸人さんで、前田という兄弟でねコンビをやられていた方の弟さんになるというところですかね。僕もすごくテレビで見ていたなという印象があります。でですね、主題歌の方が、主題歌というかこちら挿入歌になるんですけど、ハッピーエンドの風を集めてという楽曲になっております。僕ハッピーエンド大好きで、この音楽流れてきたらたまらないななんて思ったっていうところもあって、この作品をね見て帰った人は絶対ハッピーエンド聞いて家まで帰ってるんじゃないかななんて思っております。はい、でですね、フィルマークスの評価が現段階で 3.7 という作品になっております。で、作品の概要を少しだけ話すと、原作に関して浅野いにおさんの漫画が原作になっているというところで、2009年から2013年まで連載が続いていた漫画で、単行本にすると全2巻ある漫画作品を今回映画化されているというところになっております。結構浅野いにおさんって有名な方だと思うんですけど、映画化もされていたソラニンだとか、あとおやすみぷんぷんだとかやられてた方で、比較的ね長期連載はしないんですけど、数々の名作を生み出している漫画家さんかなと思います。はい、そんな感じで、ざっと概要の方はいずれになってくるんですけど、ではね、この作品どういった作品なのというところで、あらすじをねフィルマークス参考に貼っておいたので、今日はちょっと読んでいこうかなと思います。運命の小さな町で暮らす中学生の小梅は、憧れの美咲先輩にてひどく振られたショックから、かつて自分のことを好きだって言ってくれた内向的な同級生磯部と関係を持ってしまう。初めは興味本位だったが、何度も体を重ねる2人、やがて磯部を恋愛対象と見ていなかったはずの小梅は徐々に磯部への思いを募らせ、一方小梅に恋焦がれていたはずの磯部はその関係を断ち切ろうとしてしまう。2人の気持ちはすれ違ったまま、磯部は過去にいじめを苦に自殺した兄への贖罪からある行動に出ることとなるといったあらすじになっております。今読んだあらすじから分かるように、なかなかこう暗いというか重い作品になってるかなというのがなんとなく伝わったんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでざっと概要とあらすじの方を話していきました。どういった作品なのかなとか、ある程度知ってもらえればいいかなと思っております。そんな感じで次は鑑賞した私がね思った感想をね、なるべくネタバレなしで、紹介していこうかなと思います。はい、ではですね、海辺の女の子感想について、3つにねまとめさせていただいたので、1つずつね紹介していこうかなと思います。まず1つ目なんですけど、かなり重い内容と書かせていただきました。さっきのあらすじを聞いてなんとなくわかるかなと思うけど、さすがに重い内容の作品で、ほんと1人で見に行ってよかったなーなんて見終わった後に思った感想はそこでしたかね。で、またね、10代の男女関係というか、例えば恋とか性とか、なんか不満みたいなところがすごく繊細に描かれているため、こう内容もそうだし、結構映像の描写としても全てこう生々しいなという印象を受けて、結構身構えて見ないと、見ていてすごく苦しくなる作品でもあるかなと思いました。で、またね、個人的な話になってくるんですけど、作品見ている途中で、高校生だと思ってずっと見ていたら中学生っていうのを途中で気づいて、中学生がこんな重いこう日常を歩んでるのなんて思ったっていうところ、驚き隠せなかったなっていうところが、見終わった後に最初に思った感想っていうのが丸1になっておるかなと思います。はい、ではどんどんいきますね。丸2です。男女どちらの立場も描かれていてよかったと書かせていただいてるんですけど、これ結構題名の通りで、一応今回の作品っておそらく主人公は小梅と磯部の2人になってくるかなと思うんですけど、お互いのこうバックグラウンドというか闇の部分であったりとか、各々がこうどういうところに悩んでいるかっていうところがすごくこう全てね作品の中で描かれていたなと思っていて、これ結構映画あるあるなんじゃないかなと思っていて、すごくね面白いなと思う作品でも、片方側の目線のみの映画だと、例えば僕は男性なので、こう女性視点ばかりの作品だと、すごくなんか伝えたいことは分かるんだけど、実体
験としてねあまり経験してないからこう少し伝わらないなーなんてこう思ってしまいがちなんですよ僕は。なんかすごく映像とかセリフだとかあの役者さんたちも素晴らしい演技されてるんですけどそこが少し共感を得れないっていうところで残念だなって思ってしまうような作品もあったりするので、まあこの作品に関しては本当にこうどちらのこう立場としても描かれていたというところが、まあこの作品を見るときに男女どちらも楽しめる作品になってるんじゃないかなと思いました。はい、そして最後の感想丸さんなんですけど、シーンに入り込む音楽の素晴らしさと書かせていただきました。まあここ感想というかもう本当個人的な補足みたいなところになってくるんですけど、浅野イニオさんといえば過去に映画化されている作品だとソラニンという作品があると思うんですけど、今回の作品海辺の女の子に関してもですが、どちらもね話の内容の主軸はこう恋愛のストーリーになってるんですけど、そのストーリーの中に入れてくる音楽のチョイスっていうのがもうたまらないなと音楽好きの私にとっては思ってしまうというところが、あの本当に素晴らしいなと感じております。まあソラニンの時はアジアンカンフージェネレーションの本当ソラニンという名前の楽曲だったりとか、まあ今回に関してはハッピーエンドの風を集めてという楽曲だったんですけど、まあ趣味でね音楽聴く人からすればかなり有名な名曲だったりするかなと思うので、なんだろうな、こういった楽曲が作品のシーンの中で入り込んでくるところでなんかすごく作品にリアリティを感じさせるなというところが浅野イニオさんの漫画原作として素晴らしいところなのかなと思っております。かなり偏見にはなるんですけど、映画好きな人って結構音楽好きな人も多いんじゃないかなと僕は思っているというところで、まあ本当にこの映画音楽好きにとってもあこの楽曲使うんだみたいなところで楽しめたりだとか、作品としてねすごくなんだろうな、邦画好きな人の心をわしづかみしてる作品だなと感じました。はい、でまあ最後ね個人的にはですね本棚にあった漫画だとか小説の作品とか、まあ音楽に関してとかすごくね作品の中に出てくるお兄さんと自分が本当に馬が合いそうだななんて思ったという、まあ本当これは個人的な感想になっております。はい、そんな感じでざっと丸1から丸3まで僕が見終わった後の感想をフランクにね、話していきました。まあぜひね最初の概要あらすじから今回の見終わった後の感想を含めて、まあこの作品少しでもね興味持ってくださった方いらっしゃいましたらね、まだ劇場でもやってると思うので、いろいろねフィルマークスとかで上映中の映画館とか調べて近所の劇場まで足運んでみるのはいかがでしょうか。はい、そんな感じでですね今日は映画海辺の女の子の概要あらすじ感想についてね話していきました。いかがだったでしょうか。なんかこの動画を見て一人でもこう劇場に足を運んでみようかなとか映画見てみたいなと思ってくださる方が一人でもいらっしゃいましたら僕にとって幸せだなと感じております。はい、そんな感じで普段は結構 Netflix のアニメドラマ映画などの紹介するチャンネルになるんですけど、まあこうやってね新しい映画作品の中でもすごく個人的に面白いなと思った作品があればこうやってどんどん紹介していこうかなと思っております。はい、そんな感じでね今日も動画の方終わりにしていきたいんですけど、まあぜひ今回の動画見ていただいて少しでも参考になっただとか面白かったとか他の作品の紹介とか見てみたいなんてね思ってくださった方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。というところでこちらのチャンネルですね年末までにチャンネル登録者1000人目標にね動画投稿の方続けていきますので少しでもねポールに力をお貸しいただけるとすごく嬉しいなと思っております。はい、そんな感じでね今日も動画の方終わりにしていこうかなと思います。どうもありがとうございました。風待ちロマンのレコード買いました。